ここは厚別にあるとある図書施設。皆さん本の整理の真っ最中です。道内の方々から、寄贈された図書、これを整理してクリーニングして、棚に並べたり段ボールに詰めたりします。実は皆さんボランティアなんです。今日の札幌ふるさと再発見は NPO 法人やボランティア団体を支援する取り組みをご紹介します。北海道ブックシェアリングは、誰もが豊かな読書機会を享受できる北海道にしようとの理念のもと、2008年から活動している非営利団体です。非常に自治体の多い町で、その中で図書の更新に悩んでいる、あるいは図書が新しくできないでいる自治体、読書環境の状況でいけば北海道というのは国内でワーストレベルなんですね。そういったところで何か活動としてお役に立てるものはないかということで始めました。日頃のクリーニング活動の他にも、図書館がない場所でも本を読んでもらえる移動図書館、施設や団体へ本を無償提供する本の再利用など、さまざまな活動を行っています。誰かのためになりたい、自分の特技を生かしたい、札幌市にはボランティア団体を手助けする窓口があります。設立の前の年から、市民活動サポートセンターの、相談窓口の方で団体立ち上げのアドバイスをしていただきました。札幌エルプラザにある札幌市市民活動サポートセンター、ここでは NPO 法人やボランティア団体の活動を支援し、また団体立ち上げのサポートなども行っています。センターの方で登録をいただきますと、打ち合わせに使えるスペースですとか、会議に使える会議室ですとか、そういった場所の提供をさせていただいております。こちら印刷作業室です。こちらではですね、印刷機とあとは紙折り機、調合機がございまして、団体さんのチラシですとか、あとは団体さんで発行している会報などをこう印刷して製本できるような場所になっています。現在センターに登録されている団体数は1604。これまでに様々な団体をサポートしてきました。車椅子を整備して、発展途上の国の方に届けるというような活動をしていらっしゃる、とんでけ車椅子の会さん、国際交流だとか、社会貢献の部分でこうちょっとユニークな取り組みかなと思います。映画館以外の場所で屋外で映画の上映会を行っている木の窓さん、ユニークな上映会を行って、いろんな方に文化芸術を届けている団体さんがいらっしゃいます。街をより良くしたいという市民の活動、その活動は映画をテーマにしたり本の再利用をしたりと、内容は様々です。その原動力はどれも一緒に力を合わせて暮らしをより良くしたいという願いなのではないでしょうか。ボランティアというとちょっと硬いイメージだったりとか、難しいような印象を持つ方も多いと思うんですけども、自分のできる範囲で自分のやれることから始めていけるっていうのがボランティアだと思うので、自分の興味のあることだったりとか、誰かの役に立ちたいっていうような気持ちを持っている方は、センターにまず来てみていただいて、一歩踏み出すというようなことをセンターで後押しできたらなと思います。